こんにちは片桐咲ですさあ今日はですねちょっと朝で声出てなくて申し訳ないんですけど寝起きなんですけれどももうすごいちょっとね怖い話ですけど皆さんに是非ねし、ね、ていただきたいお話をしたいと思います。で今日ちょっと私ねほとんど寝てなくて1時間半ぐらいしか寝れなかったんですけどねちょっとそれにもね関係してくるんですけど、まあ、皆さんがね なぜかね運気が悪いとかなぜか体調が悪いとかなぜかうまくいかないって時があると思うんですよ。まあ、そののの原因の一つととなるものを、ね、お伝えしたいと思い思ますこれまだお話ししてない内容なんですけどやっぱり言っとかなきゃいけないかなと思いましてねで今までその疫病とか邪念とか、ね、邪気とかのお話もしてると思うんですねエネルギーの話いろいろしてきてるんですけどでエネルギーとか、ね、邪気の場合っていうのは私もよく飛んでくると分かるんですけど外から飛んでくるわけですよねもちろんそうなんですけど。 外から来て、まあ、大体ね誰が飛ばしてるかねあの大体エネルギーの質とかで、まあ、例えば男の人だなとか女の人だなとか何十代ぐらいだなとかね、まあ、本人が特定できる場合もあるんですけどわかるんですよ飛んできてるエネルギーの質で。だって皆さんが思ってることがねもう,もうスピリチャーの最初の方の動画で詳しく説明してますけど皆さんの思っていることが飛んでてエネルギーになってね出てますので。その 感情とかっていうのだなとか,のがね分かるんですよねあのちょっとよく「ドラゴンボール」とかでねあの木を感じてたじゃないですか悟空とかって、まあ、ご飯がね遠くにいてもご飯があが死んでるとか分かるじゃないですか木が消えたとか言ってねそういう感じなんですよ。エネルギーで探ってるので飛んできたエネルギーの質でねあこれはご飯の木だとかねそういう感じでねあこれは誰々の木だっていう感じで分かるんですけれどもそうでねこれ外から来るのは分かるんですけど体の中から来る時があるんですよ。 でそういうい時ってね,、まあ、これね、皆さんもそういう体の、ね、感覚とかエネルギーの感覚に敏感になってほしいんですけど、まあ、今までもね考えるな感じろってお話をしてますけどもで、ね、体の中からね邪気が来る時があるわけですよね。なんかちょっと背骨の中下から上にね、邪気が動いてんなみたいな感じの時があるんですよ。まあ、人によってはね、背骨じゃなないいかもしれないですけど でそういうい時ってまあ悪霊がなあと思ったりするんですけどちょっと悪霊でいろいろじゃあ悪霊除霊のいろいろやってみたりしてもなんか反応ないなっていう時とかに意外とやられてて意外と気づかないのがエーーテルコードです、まあ、これご存知の方もいらっしゃると思いますけどエーテルコードって何かというとこれ目に見えないコードなんですね。私のイメージで言うと ホースみたいな感じですホースみたいのが目に見えないエネルギーホースなんですよそれが誰かから付けられている場合があるんですねでそうするとそのホースでねあなたのエネルギーを吸い取られてるんですよ吸い取られててその悪い邪気とかを入れ込まれてたりするんですよ私結構これやられてましてね結構でもねちょいちょい切ってるんですねで誰かやってるかなって分かったりするんですけどちょいちょい切るんですけどあのまたねすぐ簡単に付けられちゃうんですよこれって 悪霊とかもまあそうなんですけどね条例したからってまたついたりするじゃないですかだからね、結構ね月くの簡単につけられちゃうんですねで例えばですね皆さんがまあ同僚とかでもねなんか人間関係のトラブルとかあってなんかその運気が悪くなったとかねあると思うんですけどもちろん生き量とか念、ね、の場合もあるんですけどエーテルコードつけられてる場合があるんですよでそうすると四六時中つながっちゃってるので四六時中エネルギー抜かれてる状況になっちゃうんですねで、相手の邪気を入れられたりするんですよ まエーテルコードはねもう誰かとね関わったり交流するだけでね自然とねつながっちゃうみたいなんですよね。それだけでね自然とつながっちゃいますので、まあ、でもそれで相手がその悪い人だったりとかね悪意があったりすると、まあ、そうやってねジャッキを入れられたりですとか、まあ、エネルギー抜かれたりってことがねあるみたいです。まあ、エネルギーヴァンパイアのお話もしてますけどエネルギー抜かれてるわけですよね。まあ、エネルギーヴァンパイアの一種ですよね。まあ、なんで本当にねこれちょいちょい切んなきゃいけないしまたね簡単につけられちゃうって恐ろしい面があるんですね。 例えばね皆さんが誰かと別れて、まあ、恋人と別れてその後なんかうまくいかないとかなんかなかなかね次のパートナーが現れないっていう場合はね結構エーテルコードが付けられてる時あるんですよね。そうするとその人からねもう物理的には縁も切れてるし物理的には一切関わってないにもかかわらずエネルギーのの問題ななでで関係ないんですねでこれ生き量とかともまた違くって行動がつながれちゃってるともう日々ね エネルギー吸い取られちゃってたりその邪気とか送られてくるのでそういう影響でね新しいいパーートナーに出会えないってこともあるんですよでねこれ今ね本当に人間だけじゃなくて、まあ、宇宙人結構もうたくさんいますからね混ざり込んでますのでそういう宇宙人とかねそういったものもねコードつけてきたりするみたいですしあと結構その依存させようっていうねタイプの人だとこいつを依存させてなんかお金を取ろうとかねそういうのあったりするとつけたりするみたいですね。 でまあ、本当にねもう人間以外のものはね存在してますので私も本当に人間じゃないなっていうものに会ったことありますからね、まあ、それはねちょっと霊能者さんは宇宙人じゃないって言ってたんですけど私の感覚ではね悪魔ですね悪魔が取り付いた人間、まあ、ほぼほぼ人間の部分がないみたいな感じでしたね、まあ、本んにやばい人たちは結構いますからねまあ宇宙人もいい人悪い人いるみたいなんですけれどもとに、まあ、かくい,いろいろもういますので是非皆さんにもねそうい,ういろいろサイキックな 攻撃ですとかね様々な面もね気をつけていいいたただきたいと思いますでこれね本当になかなかね気づかないし結構ね日常的に、ね、ついいいてるる人、ね、たくさんいると思いますで結構気づかない罠なので,でちょっといろいろね例えば何かちょっとおかしいになって時になんか邪気来るけど体の中がよくってないじゃないですか普通コードのことが多いんですけどそういう時に、まあ、なんか疫量とかね邪念とかを取ってもなんか治らないとかねで悪霊を取ってもなんか治らないって時はエーテルコードを疑ってほしいんですよ。 でエーテルコードっていうのはエネルギーの見えないコードですけど切り方がありましてこれ多分ね YouTube とかでもいろいろ説明してる人がいると思いますので見て頂ければと思いますけどイメージの中でねハサミでちょん切るっていうのもあるんですけど結構私のはねもう硬くてなんかねノコギリとかでっても切れないぐらいなね大変だったりするんですけど結構そういうねあの本当にプロの霊能力者の方とかがエーテルコードを切る動画とかも出してたりするのでねそういったあの本物のねあの霊能者の、ね、方の力を借りてねその動画見るのもいい いいと思いますそうするとそれでね切れたりしますけどああのまあ1回で切れなければ何回も見た方がいいしあのねエーテルコードはね切ったところでまた来るんですよまたつけられちゃうのでこれ本当にね年がら年中切るというかね、うん、気づいたら切るなかなか気づかなかったりもするのでもう毎日切るるのを癖づけとととかかねしいいいいた方がいいかなと思いますちょっと今日私はね寝てる間にねちょっと夢の中で変なね声が,が悪い声があった気がして。 あとその邪気が来てたんでこれうんと思ってねちょっと眠れなかったんですけどあのエーテルコードつけられたかなと思ってねちょっと除霊とかしてたんですけれども結構これ本当にねよくあることで本当に気づかないんですよで本当に今までいろいろたくさん説明してきてますけど見えないことで皆さんの現実が変わっていることが本当に多いんですね見えることはほんの一部ですので見えないエネルギーのね サイキックアタックですとか見えないエネルギーの攻撃ですとかエーテルコードですとか液病とか邪気とかねそういったもので皆さんの人生っていうのは大きく変わっちゃうんですねプラスにもマイナスにも変わりますので年とかもそうだしそれだけじゃなくてね普通にね放射能とかねあのコロナなって見えないじゃないですか本当にね目に見えないものってね結構な影響を皆さんに与えてるんですよですから皆さんの直感とかね体の感覚っていうのがすごく大事なんです。 そうぜひね、このエーテルコードっていうのは1個ねあそういった可能性もあるなっていうふうにね覚えていただきたいと思います。なかなか気づかなかったりするしそうあのちょっとこの前仮想とか土地のエネルギーの時話したかもしれないですけど結構その悪霊とかの場合とかはね気づかせないようにするのでだって取られたら嫌だからね気づかせないようにして皆さんがなかなか本当の原因気づかないようにさせられちゃうのでなかなかねたどり着けないんですけど是非ねこれ一つのねあそういった可能性もあるなっていうことでね覚えていただきたいと思います。 一応下にね、参考になるあの他のエーテルコードを切る動画とかね、リンク貼っておきますのでね、ぜひ皆さんそちらもご覧になってみてください。マイナスなものをね、どんどん取り除いて、どんどん身軽になって波動を上げていきましょう。で今後ね、その本当に YouTube がね、もう11月から本当にさらに配信しにくくなるので、あのいろいろまた個人情報を取られたりするって感じでね、うん、本当に。 アップできない状況になってくると思いますので、ぜひね、今のうちに皆さん、あの先サ,サロンに入っていただいて無料ですので、はい、ちょっと今、そちらもいろいろね、ちょっと情報の安全性とか考えて、まあ、Facebook も別にアメリカの会社でいいわけじゃないので、全然ね、あのシステムも老若ですので、まあ、そこら辺もね、ちょっと今後いろいろ検討していますので、ぜひね、今のうちにね、他の媒体でもね、つながっていただきたいと思います。で、次回はですね、ちょっとポジティブな面で、とても大事なお話をしますので、 ポジティブなね内容なんですけど、ぜひね次回ねちょっと見ていただきたいです。次回ちょっと重要なお話をしようかと思ってますので、またぜひご覧ください。それでは素敵な3連休をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。See you next time.